いらっしゃいませ。心屋へようこそ。はい、今回の動画は統合失調症シリーズパート9、発症の頻度、遺伝の影響についてお話ししたいと思います。このように心屋では精神疾患について正しく理解するための動画や、五感を刺激して癒しを提供できるような動画を作っています。よかったらぜひ見ていってください。全人口における統合失調症の有病率は 1% 弱で、およそ100人に1人が罹患すると言われています。決して稀な病気ではないのです。長年さまざまな研究などがなされていますが、発症頻度は減っていません。また予防についても十分な情報は得られていないのが現状です。発症リスクを高める要因、遺伝。おそらく遺伝が影響するだろうということは想像できると思いますが、しかしどれぐらいの影響をもたらすのかというと、親が統合失調症だった場合、その子が統合失調症になる率は5から10% と言われています。子供を10人か20人ぐらい産んだら1人は発症するかもしれない、そんな具合なのです。ですが統合失調症などの精神障害の家族歴がある中で統合失調症を発症した患者さんであれば、その子供の発症率はもっと上がるかもしれません。双生児の片方が統合失調症になった時、もう片方が統合失調症になる率は、一卵性双生児で5割ほど、二卵性双生児で1割ほどという報告があります。一卵性双生児は 100% 同じ遺伝子、二卵性双生児は 50% 同じ遺伝子ですが、この数字は遺伝の影響の強さを示すとともに、遺伝が全てではないことも示しています。実際には上げきれないほどの多数の遺伝子が統合失調症に関わっていて、単一の遺伝子ではなく効果の小さい複数の遺伝子の重なりが統合失調症の発症に影響していると考えられています。最後にまとめますと、統合失調症の有病率は 1% 弱で、およそ100人に1人が罹患します。統合失調症は遺伝子の影響は大きいことが考えられていますが、遺伝が全てではありません。他にも様々な要因があると考えられています。今回の動画はこれで以上となります。なるほど、統合失調症には遺伝と他にもいろんな要因があるということなんだな、なんて思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまたのお越しをお待ちしております。Thank you.